え、でもよく考えてみてください。うん、はい。私の、はい、私の考えですけど、うん、面白いね。はい、どうも皆様こんにちは。今日は、雑誌のレッスン取材の現場に来ています。プロと記者がどんなやり取りを繰り広げながらレッスンが作られていくのかを見ていきたいと思います。そして今日のプロはこちらのプロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。勝プロです。どうですか、調子は。調子は悪くないです。はい、今日はあのレッスンなんですけど、どういったレッスン内容になりますか。ドライバー、曲げないドライバーとパターみたいです。みたいですね、はい、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあ打ち合わせを。はい、ドライバーを曲げないみたいな話で、中心はこの間スクエアからオープンに帰っていったっていう話を中心に取り上げたくて、はい、オープンにしてインサイドアウトの方が、なるほど、ね、もう自然と体がそうやって振っての中でまっすぐ行った方が絶対にプレーもそうだし体にとってもいいかなってと思って、あの質問形式で行くんで軽快なトークでお願いします。軽快なトークで、はい。ずっとなんか右プッシュしてる球が多かったんですけど、右プッシュしてるにしては飛んでるなっていう話になって、うん、ドライバーがで、ちょっとじゃあ左向いてみて打ってみようかってなって打ったんですよ。そしたら今まではスクエアに構えて右出てたのが、そのまま左向いたんで、左向いてまっすぐ出て打ちたい方向にで飛んでるっていうことに気がついて、あ、でも自分が悪いんじゃなくて、自分のスイングじゃなくてスタンスがそもそも自分の体のその振りやすいところより右向いてたんだっていうことに気がついたんです、そこで、うんうん、振るときに大事なことって どういうことがある。ジャインアウトにして振るときに大事なこと、うん、球を捕まえるためにはどうすれば大事かな。とにかくインアウトを守ること。私も本当こう構えてるんですよ、はい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 、で極端にこっちに向ける、狙いよりももっと右に向けて、もうインアウトをとりあえずこう体に染み込ませる。あ、そうなんだ。やってる。あ、そうなんだ。はい。こうか。なんだろう、自分が本当構えやすい位置にまで足持っていくんですけど、うん、だから。それ自分がこうスクエアからくるっと回っていく感じですかね。そうですね。回っていきますね。で回っていくと同時にこうフェースまで回っていくと思うんですけど、そうじゃなくてフェースは自分の向きたい方向に向けてで回していく。ずっとかかとつかもくるぶし下だよね、はい、まあ、こうあんまりこう前打ったりしないって言ってたのは面白いなと思って、はい、でもよく考えてみてください、うん、はい、私の、はい、私の考えですけど、うん、てか私的にハンマー投げのようなイメージで打ってるんですよ。ハンマー、はいはい、でハンマー投げってインサイドアウトじゃない、うん、右足重心で投げないと投げない、こうですよね。そうですね。あ、そういうこと。はい、でそれが一番パワーが伝わりやすいってことじゃないですか。だってあんな重いものをあんな振り回してまっすぐ飛ばして80メートルとか飛ばすわけでしょ。この時ってことで、はい、だから体に近く通ってこうやって離した方が飛ぶしコントロールもできるってことですよね、きっと。って考えたら絶対そう、かかとで開いてインサイドアウトの方が
いいんじゃないかなって。これをハンマー投げみたいに投げ、実際に投げて。ハンマー投げやったことないんですよ。そうだよね。そうだよね。今みたいな感じで投げてもらえれば。はい、行きます。これ面白いね。なんかいい練習になりそうだこれね。確かに。これ面白いね。あ、めっちゃいいじゃないですか。これいいね。